細田博之幹事長にもお越しをいただきました。細田博之幹事長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。自由民主党幹事長の細田博之でございます。選挙区は島根県で、大分田舎の過疎地でございます。地方の思いもございます。そして都会の思いもございます。もう選挙は間近でございます。我が自由民主党、麻生総理を先頭に、この景気の大変な後退の中を一生懸命、補正予算、本予算、税制、雇用、そういった問題に取り組んでまいりました。そして今野党はもうこのまま批判を続ければ政権を取れるぞなどと言っております。急に政権を取って年金問題も基本的に変えてしまいます。医療問題も元に戻します。その他無駄遣いもなくして、そして、高速道路料金をタダにしますなどと言っておりますが、こういう初心者の運転に今この危機の中でお任せするわけにはいきません。皆様の中にちょっともう変えてはどうかと言われる方が、あるいはお考えの方がおられれば、もうちょっと待て、今自由民主党にしっかりとこれまでの責任を取って頑張れ、こういうお励ましをいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。この青年局、若い政治家が団結をして、そしていろいろな問題に取り組んでおります。今日は北朝鮮の問題をまず取り上げるということで、これまでもお話がございました、ご承知の方もいらっしゃいますが、私は小泉内閣の内閣官房長官を1年半務めたときに、あの拉致問題がより具体化し、そして曽我さん、志村さん、蓮池さん、その家族が日本に帰ってこられたわけでございます。この1日2日、あの菅谷さんが無実の罪で、後に DNA 鑑定をしっかりやれば無罪であったことが分かったということで、今戻ってこられたわけでございますが、私は菅谷さんにも本当にお気の毒なことであったと思います。これは率直に、関係者がお詫びをいたし、しっかりした保証を出し、そして真犯人を捕まえていかなければならないと思っておりますが、この拉致問題はこの十数年どころか二十数年、三十年にわたって、あのキム・ジョイルという人が日本人を憎しと思って、そして日本人を街角で、あるいは海岸で捕らえて船に乗せ、猿ぐつわをかませ、そして向こうに寄って、そして日本語を教えさせる、あの海岸航空機事件でもキム・ヒョンイ氏という人はリュウネという田口八重子さんと言われておりますが、この方を日本語の教師として無理やり自分を教えさせる、政府の命令によって、そして流暢な日本語や日本の文化を伝えて、そしていずれ日本に日本人になりすまして入るスパイの教育を受けていたことは皆様方ご存知の通りでございます。そして対艦航空機を墜落させるという大変な罪を犯して、今韓国にいて、この間若干の進展があったわけでございますけれども、あのような悪意に満ちた金正日政権の日本に対する態度、これは断固許せるものではありません。そして認定では17人と言われておりますが、拉致被害者はそれどころではないのであります。17人は犯人が特定されて、この時に北朝鮮に拉致されたということが警察当局によって確認された人数でございます。しかしながら、突然海岸や街中から消えた方の数は優に300人を超えると言われておりますし、どこかへ消える理由がありません。そしてそういう NPO の方も一生懸命親族の方々にも話をし、どこかに手がかりがないかということで、
政府にも働きかけて一生懸命探しておられます。必ず私はその何百人という方はこの金正日政権が倒れて、そしてあるいは国際的な進展を見て、この拉致問題が解決するときにはたくさんの方が生存者で戻ってられる確信をしております。これに加えまして、とんでもないことが4月に起こったわけでございます。もう長距離のミサイルを撃ち、そして核実験を行う、これは相当前から準備をされておりました。若干北朝鮮の核兵器について私は若干勉強いたしましたので申し上げます。北朝鮮は国内にウラン鉱山を持っておりまして、そこから掘り出したウラン鉱石をあのヨンジョンというところの黒煙炉で燃やすわけでございます。燃やしまして、それは発電所などに使うということがあるんですが、発電所でも何でもありません。これは核兵器製造所でございます。そして天然ウランを燃やしていきますと、プルトニウムがたくさん出てまいりまして、それを濃硝酸などで溶かしていくと硝酸の、プルトニウムの濃度の高いものができます。このプルトニウム爆弾というのは我が日本にアメリカが落とした長崎型の原爆でございます。まあ、原水爆と申していいでしょう。他方ウランを濃縮していきますと広島型のウラン爆弾ができるわけでございます。ウランというのはどんどん遠心分離機で濃縮をしていく。で、北朝鮮はこのウラン爆弾もウラン濃縮を密かに続けていてやろうとしております。そしてすでにできましたプルトニウム爆弾は核実験で爆発を地下でさせたわけでございます。そしてミサイルも開発したわけですから、このミサイルに乗せて撃てばこの日本で炸裂させることも可能になりつつある。これは我が国として絶対に許せないことでございます。で、何をするかといえば6カ国協議がございまして、隣の韓国、そして中国、ロシア、アメリカ、日本、これが北朝鮮と今まで一生懸命拉致問題、核問題を協議しておりまして、核開発は絶対にいけない、あのようなおかしな国が核兵器を持ったならば、そして日本国を仮想敵国と言っているわけです。本当のもう敵だと交渉してはばからないわけでございますから、ミサイルができて本当に撃てると思ったら何をするか分かりません。何百人という人を拉致しても平気なあの北朝鮮が核を開発したら何をするか分からない。したがって本当に撃てるまでの間に、これは時間が限られております。まだそこまでは行っておりません。もうじきそういう段階になるであろうということを我々は技術的にも、あるいはアメリカとの情報交換でも確認しております。したがって急を要するわけでございまして、アメリカ政府とも協調しながら徹底的にこの北朝鮮対策をやっていかなきゃならない。そして金正日が、あるいはその後継者が失脚をして、あるいは政府の考え方を変えて核兵器を放棄し、そして拉致被害者を返還して全容を表すまで、我々は今後とも粘り強く北朝鮮と交渉をしていく。そしてもちろん我々は